はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。本日は GA 最終日でございます。ついにやってまいりました、7日目ね。ここまで全勝継続しております。まあラウンド落としはね、何回21が計6回ですね。6回ありますが、全部勝ってきております。まあなんだかんだ前回のアナザー、そしてその前の EX も最終日までは全勝で来てるんですよね。今回3度目の正直になるか前回のアナザーとかね、もういけるかなと思ったら最終日の最終戦ね、で落としてしまって、なので最後まで気は緩めずに、まあ気を緩めるつもりはないんですけども、戦っていこうと思います。ただ問題は時間との戦い。今日もね、あとあまり時間がないのでサクサクとやっていこうかなと思います。では本日初戦の相手さん、こちらです。あ、ちなみに昨日のデイリーランキングは261でした。なのでね、全勝、まあ21何回かでも300以内入れるんじゃないかなと思っておりますが、どうなるか。はい、今回の相手さん、ラウンド1、超越はないですね。超越はない。今回の相手さん、超越は比較的少ないかと思いきやのラウンド3にたくさんあるというね。まあラウンド1、そしてラウンド2、バフかかっておりますが、パリいないので、リペア作戦でいけるかなと。ラウンド3に行きたくない感じのお相手さんですね。はい、ワン、ツーと取っていければなと思います。行きましょう。はい、というわけで、この編成で初戦戦います。ラウンド1、ストフリー編成。相手ね、マグナム、そしてプロトゼロのパリがあって、ただザンライザーのみパリはかからないという感じなんですが、ザンライザーは低下解除があるので、いやですね。まあ、速攻で PFD が叩いていってくれることを願います。はい。で、ラウンド2、同じくバフをかけたメダルライザー編成でございます。で、最後の1体をね、ちょっと迷ったんですが、ケルディムにしました。で、ケルディムで、最初の10秒リペアを守って、その間にリペアが後ろの2体、SR と、そしてインチャを落としてくれたらなと、SR は落とせると思うんですけど、毎回あと1体というところで微妙なんですよね。なので、速攻でケルディムが機能してくれたら、なと。ただまあ最終的にね、相手メイちゃんのバフがね、怖いんですよね。最終的に避けまくられるような、昨日が確かそんな感じのね、思い出があります。で、今回は軌道を高めるのが実質ゲルググのみなので、すぐ落とされそうなんですが、これで行くしかないので行きます。で、ラウンド3、ここもねちょっと中途半端なんですよね。相手オール超越で、パリーが前衛にはかからないですけど、軌道を上げるのがもうゼロカスぐらいしかいなかったので入れております。まあトラバ、落ちるまでに1回でも点火してくれたら相手燃えてくれるかなと。エルスにはね、状態上無効があるので効かないんですが、他は燃えてくれるかなと。で、今回初めてトラバのパイロットを買いました。ずっと専用パイロットの神奇世界をね、乗せていたんですけども、今回新パイロットウーフェを乗せてみました。敵をね、燃焼させると 7% の確率で敵全体をスリープ。なので、1体でもね、その 7% が発動すると敵全体にスリープがかかる6秒。これがね、発動すれば強いと思うんですよね。なので、ここは、その 7% を信じて、ね、やっていこうと思います。あとはトライオンチュドンですね。はい。それでは行きましょう。本日初戦。ワン、ツー、行きたい。どっちか落としたら3、厳しいかなと思っております。では、全勝継続のために、本日も、戦ってまいります。ガンダムファイト、レディーゴー。さあ始まります。さあまずはラウンド1をしっかり取っていきたい。お願い PFD、 お願い PFD、 まずは速攻で落として、落とせた。あ、耐えられた。あ、落とした。プロトゼロ落としました。あとはザンライザーをとりあえず、ザンライザー、あーでも、もうどうだ、ザンライザー落としていない、落としきれておりません。落としたかな。よし、これはいける。よし、いけました。よかった。 PFD ゲー、 PFD ゲーでございます。はい、 PFD はやっぱり通常必殺ですね安定の軌道バフ追撃、回避バフ追撃でございます。はい、 PFD21 番、これはまあこういう予想をしておりました、一応ね。はい、ではラウンド2、
っかり取りたいが、リピアさんお願いします。さあ行きます、ケルディム作戦成功してほしい。さあまずは EN チャージ完了。では SR を落としましょう。ほい、落とした。はい、ではまだ10秒経っていない。忍者も落とす。よし、まだダメージブロック機能している。でもう一体落とせないか、相手の方が早い。どうだどうだ、おおお、メタルライザーもういなかった。尾翼アカン落としてくれたの。おお、今日はやってくれました、やってくれましたよ尾翼アさん。これでもうリペア落ちずにいけるんじゃない。よし、リペアが最後まで生きていれば全員を必中で叩きのめすことができます。ああ、よかったよかった。意外とこの編成時間かかったんですよね、時間がないのに。うん、20いけた。そしてここ完勝でございます。リペア26万。よしよし、まずは1勝、残り4勝というわけで20勝利でございます。はい、初戦を終えて568位からのスタート、395位アップね、すでに1000位以内から始まっていた感じですかね。うん、いやー、いい、非常にいい立ち上がりでございます。残り4戦、なんとか夢の全勝を目指して邁進していこうと思います。それでは2試合目いきます。それでは本日2戦目のお相手さんです。さっきの方よりも超越期待は多いですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 体とね。ただ昨日の方よりもパッと見編成的にはこちらの編成は時間がかからないかなといった印象を受けます。はい、ラウンド1パリがないですね、リペアかな。でラウンド2、ここはもうリグコンですね。でラウンド3、ここをどうするかですね。トライオン、戦闘トライオン、はい、考えていきます。はい、というわけでこの編成でいきたいと思います。ラウンド1、さっきのメダルリペア編成を少し変えただけです。ビオクアをトラバーに変えました。今回ビオクアはね、相手効かないので、各番いて。で、トラバーが意外と刺さるかなと、燃焼がね。今回相手メダルライザーではないので、そんなにね、急ぐ必要ないので、トラバーを入れる余裕があった感じです。はい。で、ケルディムね、ケルディム作戦。今回もいけるかなと思います。相手の SR をね、速攻落としてくれたら勝ちかなと。で、ラウンド2。はい、ここはオールコエリグコン編成でいきたいと思います。リグコンの初手が決まれば勝ちですね。はい。で、ラウンド3。ここに来た場合、相手戦闘トライオン。初手がね、おそらく潰せないので、相手オールコエでマグナムパリーがあるので、なので、パリー対決を挑むことにしました。で、まあ若干怖いのはトライオンの追撃が、ビオクアと SR に入るところなんですよね。うん、他は大丈夫なんですけど、まあそこだけです。はい、まあ SR はエース必殺で、エルメス対策ですね。エルメスを落とせるのは SR、 そしてビオクアぐらいかなと思うので、はい、ではこれで戦っていこうと思います。ラウンド2、同じくバフをかけていきます、一応ね。はい、それではいきます。ガンダムファイト、レディーゴー。それではリペアさんお願いします。はい、 N チャージからの SR をとりあえず落とそう。ほいほい、はい、足りない、やばい、足りない、やばい、早いよ。ちょっと待って、 SR 落とせた、 SR 落とせたかな。はい、あれ、なんか今、あ、そうか、メダルライザーじゃないんだね相手。びっくりした、ガンダムね。はい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 、メダルライザーがあんなにも早く発動するとは思わなかった。そりゃそうだ、そりゃそうだよ、びっくりした。あ、これはもう大丈夫そうです。はい、燃やしてもいきます。グランドマスターも特に、あー、でもリペア落ちちゃった。でも角板落として、でグラマスも、はい、一撃ですね。シャーゲルが、メイちゃんバフがかかっております。おい、メイちゃんも落としました。あとはガンダムのみ、中ドン、はい、
干渉ではないですけど、リペアは落ちましたけど、いや、びっくりしたね。SR を落とした瞬間に EX 技発動ってなって、あれ、メタルライザー早すぎるって思ったら、ガンダムだったっていうね。うん。シャーゲルリペア、トラバー、いい感じにダメージを出しての勝利でございます。はい。ケルディムもうまい具合に、あんまりケルディム今回関係なかったかな。では、ラウンド2、取っていきましょう。それでは、リグコン先生、お願いします。はい、入りました。さあ、あとは、よし、移動負荷ノックバックもかかりました。では、トライオンチュドンで、とどめを刺したいところ、なんですか、遅いぞ。よし、チュドン、はい、いけましたね。はい、これでね、ゴッドもいい感じに機能しております。相手スーパーアーマーがないです。しかし、時間はちょっとかかってますが、終わりです。はい。完勝でございます。リグコン、素晴らしい。はい、トライオン15万、アンテの15万ですね。はい。2-0、完勝いけました。はい、441、195位アップでございます。完勝ではなかったね。リペアが落ちたので、はい。まあ、2-0、勝利いけたので、はい、残り、あと3試合。残り3勝で夢の全勝でございます。なんとか行きたい。プレッシャーがね、だんだんと膨れ上がってきておりますが、頑張っていきます。それでは、行きましょう。それでは、本日3戦目のお相手さんです。ラウンド1にバフがかかっておりますが、パリはないので、やりやすいかなと思っております。そして、覚醒バンシーのパイロット、フミナなんですけど、スーパーフミナ、はいるんですが、もう一体パイロットがいないと発動しないと思います。はい、なのでちょっとね、こちらの方が有利かなと、パイロットでも。はい、ラウンド2、こちらはストフリ全体パリですね。ただそんなに後衛の4体が軌道を上げるような機体がいないので、まあ普通に当てていくことができるんじゃないかなと。まあハシマルがね、デバフをしてきますが、でラウンド3、ここもパリはないですね。うん、まあ、超越はそこそこいらっしゃいますが、まあやれるかなと思います。はい、ここはしっかり取っていきたいです。では行きましょう。はい、というわけでこの編成でいきたいと思います。ラウンド1、ストフリー全体パリを使ったメダルリペア編成ですね。これが一番確実かなと思いましたが、まあしっかり相手と同じくバフをかけておきます。相手ね、パリがないので、こちらはパリがあるので、まあ有利に進めたいんですが、相手結局レプスレックスがいるので、まあどうなるかといったところですが、おそらく大丈夫なはず。で、ラウンド2、ここは前衛各番のみ、で、残り後衛パリといった感じですね。相手のバルバトス最終決戦の攻撃を受ける役、そしてビオクアの EN ダメージを防ぐ役が覚醒バンシー。で、PFD、そしてケルディム、この辺にね、起動バフ追撃を入れて落としていってもらいたいところです。はい。で、忍者で妨害ね。はい。で、ラウンド3、ここは100式トラバー、初手ヒルミ移動負荷ノックバック編成ですね。はい。で、トライオンチュドン。まあ、あとはトラバーで燃やす。といった感じです。で、ここは前衛のみですが、シャーゲル、パリを付与していきます。で、デビルガンダム、相手パリがないので、それでは行きましょうか。今回はね、どこのラウンドも有利を取れているかなと思います。はい、それでは行きます。ガンダムファイト、レディーゴー。それでは行きましょう。リピアさんお願いします。フミナちゃんをまずは落としましょう。まあ、引っ張りハンティングはね、される予定でした。はい。フミナ落とせるか。落とせましたね。あと一体、お願い。お願いします。あー、無理だった。これがちょっときつい。いけると思ったんだけどな。まだ終わっていない。まだ終わっていないぞ。さあ、メダルライザーの強さ見せてください。どうだ。一方的ですね、メダルライザー。うーん、アリーナではね、使わないのであれなんですけども、いやー強い。メダルライザーがいなかったらダメでしたね。うん、はい。というわけで、ゼロカスが22万出して勝利。では、行きましょうか。ラウンド2、勝っていきます。それでは、各番、耐えてください。各番さん、耐えてください。
その間に PFD がやってくれるはず。さあどうかな。 PFD よし、発動。はい、ストフリー落としました。これでもう大丈夫。あとは最終決戦、まずはサザビーなんだ。でケルディムもやってのけます。どうだ、ケルディムは落としていないか。まあもう PFD ゲーでいけますね。これはほぼノーダメージでございます。はい、しっかりねケルディムスーパーアーマーしているのでゴッドハイパーも食らえません。よし、ケルディムフィニッシュではない。マグナム、あ、マグナムの必殺微妙に間違えてるな。通常の方が良かった。まあいいでしょう。はい、 OK です。完勝でございます。はい、 PFD ゲーね、21万。ケルディムもやってくれましたね。まあ想定内の勝ち方でございました。はい、というわけで 2-0 勝利でございます。はい、429位アップ。はい、残り2試合を残してこの順位、これはあれですね、やっぱり残り2つ勝たないと300位以内には入れそうにないですね。それではラスト2試合戦っていこうと思います。それでは本日4戦目のお相手さんです。モビルアーマー以外オール超越ではないですけど、ほぼオール超越ですね。あのサザビーが星6以外は超越期待でございます。ただこれはね、ラウンド1はねちょっと難しいんですけど、2-3はいけると思うんですよね。うん、パリがないっていうのがやっぱり重要。はい、ただ1はちょっとどうなるかといった感じです。はい、では行きましょう。はい、というわけでこんな感じの編成になりました。ラウンド1、トラバーで燃やしていく大作戦でございます。トラバーが落ちたら負けですね。なのでガンダム結晶ユニコーン、ビヨンドユニコーンでしっかり固めております。 SR 対策ですね。で、相手の SR の最初に必殺が向かう相手はガンダムかなと。なのでトラバーはね、ガンダムが耐えている間に燃焼を放っていく感じでございます。で、たまにねウーフェイが眠らせてくれたら万々歳、結晶も眠らせていきます。で、ビヨンドループスは回復、ビグラングも回復。まあ、ここにバフをかけていきます。で、ラウンド2、100式リグコンの初手潰し編成ですね。で、移動負荷ノックバックでトライオンが、チュドン。ね。これが、まあ、いつもの流れですね。はい。おそらく刺さるかなと思います。で、ラウンド3、ここは相手パリーがなくて、こちら、パリーで攻めていきます。で、PFD の必殺を今回はエースにしております。はい。まあ PFD というか、まあビオクワが一番やってくれるかな。うん。あとはデビガンね。デビガン必中入れていきます。はい。なので、2-3いけると思ってます。1、どうなるか、トラバー頑張ってほしい。では行きましょう。ガンダムファイト、レディーゴー。それでは、トラバーさんお願いします。ビグラングが出るまでに、燃やしてほしい。耐えられるかな。あとは相手超越なのでちょっとパワーがね。さあ行きます。どうだ、眠らせます。いい感じに燃えていくが、ビグラングが登場。このビグラングが厄介です。ビグラングが状態上回復してくるので、どうかな。あとはスノーファーもいるのか。さあ逃げ決め、燃焼逃げ決め。ビグラングに回復させないように眠らせてほしいけど、どうだ、ウーフェイ初実戦ですけど、どうでしょう、眠らせてますかね。どうかな、長期戦になるか。さあトラバ燃やし、ガンダムが落とされた。次どこに SR の攻撃が来る。次トラバに来たら終わる。トラバに来たら終わります。が燃えてる、やったやった、そのまま燃えろ。止まったか。あとはフェネクスとルプスレックス、どうかな。でストフリがもういないということはパリーも剥がされる。おっしゃ、いける、やったやった、燃えますねこれは。
よし、これはいけるでしょう。ループスレックスを、ループスレックスをとりあえず落とそう。よし。いや、トラバーほんと強いね。ほんと強い。さあ、落ちた。よし。落ちてましたね。やったー。ガンダム、SR の攻撃を受け切って倒れたけども。はい、トラバー42万。素晴らしい。素晴らしい。作戦通り。いやー、よかった。ここが一番の難しいところだと思っていたので、しっかり突破することができました。はい、それでは、ラウンド2、取っていきましょう。それでは、百式、リグコンさんお願いします。入れていきましょう。はい、入りました。そして、逃げ決め、ゴッドハイパー、いきます。はい、入っております。で、あとはトライオンのチャージを待つだけ。はい、溜まりました。エルメスも出てきてくれた。チュードン。はい。おっ、ちょっと待って。なんだなんだ、カウンター、なんかカウンターみたいな。トライオンがこんなに削られているけど、大丈夫よね。うん、エルメス出てきてくれたし、リグコンのみ犠牲になった感じで。さあ、追撃が入ります。はい、チュドン終わりではない。意外と硬い。ただ時間の問題です。トライオンのチャージが溜まれば終わる。エルメスは攻撃をして、一応してくるか、一応してくるけど大丈夫。いけましたね。はい、これで終わり。はい、 2-0 いけました。やった、あと一勝、あと一勝。ここまで来た。28万、ここまで来れました。34戦34勝。さあ、残り1試合どうなるか。いや、ドキドキしますね。前回はこの次の試合で落としてしまったので。はい、まあとりあえずここ 2-0 いけました。よし、288206位、アップ。4戦終えてこの順位、300位以内入っております。残り1時間半ぐらいですね。次負けたらちょっと難しいですね、結局。うん。最低でも2-1で勝たないと300位以内は入れないかなと思います。それでは、第10回グランドアリーナ最終戦。全勝の夢を成し遂げるために、ね、3度目の正直なるか、戦っていこうと思います。ちなみにまだ無料更新権残しております。はい。もうね、圧倒的に無理。泣いてだったら更新ポチります。はい。では、行きましょう。それでは、本日最終戦、第10回グランドアリーナ最終戦のお相手さんです。更新は押しませんでした。この方と戦っていきます。超越がね、まず少なめだったっていうのと、ラウンド1はいけそうと思ったんですよね。パリがない。パリがない判断。でただ、ラウンド2、3がね、ちょっと、かなり、編成を考えないと難しい感じではあります。んどうなるかな。はい、とりあえず編成の方行きましょう。それでは最終戦ラストバトルの編成はこちらでございます。最後の最後にどれもね、あまり使い慣れていない、ね、今回のグランドアリーナで使っていないような編成となりました。それもこれもね、お相手さんのラウンド2、3の編成がやっぱり厄介で、本当に試行錯誤した結果これです。で、ラウンド1もね、その影響を受けて、またちょっとしたごちゃ混ぜ編成になりましたね。はい。リペアとメダルライザーを分けたのは初ですよね。ちょっと分けざるを得なかった。というわけで、ラウンド1、とりあえずシャーゲルパリーで前衛を守って、リペアが、SR を落としてくれたら、いけるかなと思います。で、ケルディムのダメージブロックで10秒間守っていく、作戦です。はい。まあ、SR さえ落とせば、で、特に相手メダルライザーが出るというわけでもないので、とりあえず SR さえ落とせば、おそらく勝てるかなとは思っております。で、モビルアーマーデビルガンダムね、必中入れていきます。で、問題のラウンド2、3。非常に悩みました。はい。で、ラウンド2、オール光栄編成ですね。で、PFD で、ね、追撃を入れていって、かつ、といった感じですね。忍者で妨害。この前と
後ろ、この2機体が結構重要。あと真ん中のね、トライオン、中ドン。相手にトライオンがいたので、こちらもトライオンじゃないと厳しいかなと思いました。で、フミナでしっかりスーパーアーマーを付与していきます。ループスレックス対策です。で、マグナム、パリ。PFD で速攻としていかないと難しいですね。ただ相手忍者がいないので、そこでちょっと有利にいけるかも。でも起動を解除、デバフされたらっていうのがあるので、ラウンド2ちょっと難しい試合になるかなと思います。で、ラウンド3。ここにね、メダルライザーを突っ込みました。ストフリー。パリーヘンスにメダルライザーを入れてみました。相手もメダルライザーがいるので、入れざるを得ない感じですね。で、ポイントは相手は、後衛パリーのみなので、ビオクアが前衛に当てていけるんじゃないかなと思っております。はい。で、こっちはね、とりあえず、とにかく起動をね、もりもりにしていっております。まあ、ザンライザーがね、発動してしまったら、まあ、前衛には当たるとは思うんですけど、でもわかんないな。結局、メダルライザーをどちらが先に出すか、ですかね。いや、本当にこれは、2-3、ちょっと難しい試合になりそうです。はい。1はおそらく、いけると思います。それでは、行きましょうかね。最後の戦い。ぜひとも勝って、夢を完遂させたい、と思っております。そして、悲願の、超越の証ゲット。万能超越の証ゲット。ここでね、2-1でも勝てれば、おそらく、かけら2つで、証が、もらえるはず。それをモチベーションにここまでやってきました。皆さんもね、毎日見てくださってありがとうございます。それでは、最終戦、行きましょうか。あ、ちょっと待ってください。リーダーバフをラウンド2にかけた方がいいかもしれない。今回はラウンド1はいけそうな気がしている。そう、パリーが空いてないので、よし、メダルライザーもいないので、これで行きます。この判断がどう影響するか、こうご期待。それでは行きましょう。ガンダムファイト、レディーゴー。さあ、とっさの判断がどう影響するか。あ、初手ヒルミ入りませんでしたね。 SR さえ落とせばいける。落とせたから百式が落ちた。早いな。百式落ちるとは思っていなかった。ダメージブロック関係なかったか。いやでも、大将軍様を落とした。大将軍様を落としたなら、あとはデビガンチュドンでいけるはず。いや、硬いか。どうだ、パーリーで守ってるよね。よし、どうだ。どうかな。SR、まだ、こっちの SR 必殺打ってない?お願いします。はい、シャインランサー。よし、刺さりますね。はい、SR。素晴らしい。本当にこいつ取れてよかった。さあ、SR 無双来ております。もらった。よし、決めましょう。ゲルググもありがとう。いや、ちょっとびっくりしたけど、百式が落ちちゃった。が、しっかり、バフなしで勝てました。よし、とっさの判断 OK です。とっさの判断成功しております。SR19 万、リペア16万、ゲルググ8万。ケルディも守りきれなかったね、ダメージブロックで。いやー、びっくりしましたが、まずはラウンド1つ取りました。それでは、有利です。だいぶ有利です。では、悲願の全勝、成し遂げて、いきましょう。それでは、ここにバフをかけた力、発揮してほしい。さあ、PFD、お願い。忍者、妨害してくれ。あ、でもパリーってなって、お、早いぞ。どうだ?やった!やった!いや、まだわかんない。中ドン。よっしゃ。これは、いけたでしょう。トライオンも、
トライオンもいますけど、まだ生きてますけど。どうだどうだ、まだか、まだか。硬いな。いや、ダメか。落とせないか。トライオン立ちはだかるか。どうだどうだ。ちょっと待って、ちょっと待って。トライオン硬すぎる。突破できない、突破できない、突破できない。戦艦落とせる。戦艦が徐々に減っております。どうだくそ、じらすね、じらすね。最後に立ちはだかるは僕の愛機トライオン、ヤバイオン。くぅ、硬い。トライオンが落ちるのが先か、それとも戦艦が落ちるのが先かといった感じになっております。さあ、戦艦っぽいね、戦艦っぽいです。はいはい、全勝達成でございます。やりました、ついに3度目の正直。成就、トライオンの力、ありがとう、ありがとう、トライオン、そして皆さんありがとうこれを見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。いや、嬉しいね。いやー、感極まっております。はい、嬉しい、ついに成し遂げました。グランドアリーナ初の全勝達成。まあ21はね、21は計何回かなありましたが、全部勝って終わることができました。第10回グランドアリーナ、2桁に乗ったグランドアリーナで、そしておそらく今年度最後かな、2020年最後のグランドアリーナ、最高の形で締めくくれたんじゃないでしょうか。まあ、まだ最終順位はね、わかんないですけど、それでは見ていきましょうか。はい、というわけで最終順位、本日最終順位178位、187ヤップ、数字もいいね、178187。はい、いやー、いけました、ついに、ついに悲願成就でございますよ。そして今ね、ちなみに時間が11時39分。いけたでしょう。300以内、達成、かなと思います。いやー、やりました。万能超越なかしゲット、できそうです。嬉しい。本当に嬉しい。いやー、本当に。自分、おめでとう。そしてね、ここまでお付き合いしてくださった皆様、ありがとうございます。ぜひとも今回の動画は高評価大量お願いします。はい、いやー、本当に嬉しいね。一つの大きな目標を達成することができましたね。で、次はね、オール20ですよね。まあでも、オール20はね、なかなか難しいものがあるかなと思います、無課金となるとね。はい、というわけで、無課金税、そして今回更新無料をね、3回かな押したんですけど、ダイヤは使っておりません。はい、そしてまあ、あとはあれですね、フルオートですね。僕、基本的に僕の動画は手動は使っていないので、はい、といった、そういった部分でまあ参考になるかなと思います、この順位ね。まあ、まだ最終順位は出ておりませんが、それはまた後日編集後期の方で発表いたしたいと思います。まあ、おそらくね、もう300以内は確定かなと思っております。はい、というわけで今日はね、とりあえず、まあ、あとはゆっくり休もうかなと思います。ではまた編集後期の方でお会いしましょう。まあ、その前にね、別の動画出すかもしれませんが、はい、ではね、これにて第10回グランドアリーナ超大作感動巨編完結でございます。今回の動画は以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね、
&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。